もう無理っす。きついっす。調子いいっすね。ちょっと待って。ね、すげえ強かった。一気に強かった。自分が一番きついことやってるから自信があるというか、相手よりやってるっていう。ストイックです。めちゃくちゃ、練習だけじゃなくて生活もストイック。バカ真面目っていう感じですね。バカ真面目打撃の種類がすごいやっぱ多いです。多彩。多分あそこまでいろんな技、しかも全部精度が高いで、なおかつその寝技の横田さん逃げ銃弾じゃないですか。なのでその技術をすごい純太郎さんに伝えて、もう毎週毎週強くなります。自分は普通に勝っちゃうと思います。できない。